こんにちは、戸田悟です。今回はですね、ちょっと変なっていう言い方よくないですけど、気になるバッテリーをですね、 Amazon で 2製品買ってみました。ただ普通のバッテリー買っても面白くないので、ちょっと変わった製品買ってみたんですよ。まあもちろん写真しか見ないで買ったんですけれども、さて顛末いかがでしたでしょうか、ということでちょっと楽しみながらご覧いただければと思います。なんかですね、最近結構こう動画が落ち着いてきちゃってる感じがするので、たまには変なものも楽しいかなと思ってですね、ちょっと興味を抱いた、純粋に興味を抱いたちょっと妙なバッテリーを2つ Amazon で買ってみたんですよ。で、1つがですねこれなんですけど、まあ写真見るからにも変じゃないですか。吸盤がいっぱいついてて、端子も4個ついてて、スタンドもついてるっていうですね、なんかすごいバッテリー、2599円で買ったんですけど、まあ12500mAh なんですけど、まあ容量的にはまあ普通よりちょい多いぐらいなんですけど、まあこれどうなんだろうと思いつつ買ってみましたので、ちょっとレビューしたいと思います。はい。で、まずですね、この吸盤付きのバッテリーなんですけど、どうこれ箱とか気持ち悪くはないんだけど、なんかさ、この表示とかがPC マークもついてるんですよ。でちゃんとしてるんですけど、この表示とかなんかこう1000円ガチャとかで出てくるような、ちょっとこうね、ものの感じがちょっと否めませんよね。でもまあなんかちょっと実はもう一回開けてるんですけどね、中ちょっと見ていきますか。はい、ケーブルもついてるんですけどね、すごくない？すごいよね、すごい、うん、すごい、ほんとすごい。で、まあ、ちょっと冷静に、すごいのはすごいんですけど、冷静にレビューをしていきたいと思うんですが、まずですね、ここに吸盤いっぱいついてるんですよ。でさらにここゴムなんですね。でゴムがちゃんとついてないっていうですね、ちょっとベロベロしちゃってるんですけど、この吸盤もですね、ちょっと作りが荒いぞっていう感じなんですが、ちょっとボヨボヨしてます。はい。で形っていうか微妙になんかちょっと違いがあったりします。でびっくりしたのが、このコネクターの先端なんですけど、もうなんかブリキのおもちゃみたいな感じになっちゃって、すごいなー、こんなんでね。でもね、ちゃんとちょっと後でやってみますね。充電できるかどうか気になりますよね。でまず、まあ、充電できるかどうかよりも重要なのがくっつくかって話じゃないですか。でちょっとこれ多分こうやって使うんですよ。だってスマホって下にポートがあるから、ここに充電さすわけじゃないですか。だから多分こうやって使うわけですよね。じゃあつくんですよ、ちゃんと。すごくない？便利だよねこれ。でここにこう刺せばいいわけでしょ、こういう風に。でまあ実際使う時はこうね、外す時の音がちょっと嫌なんだけど、外す、実際使う時は自分の使うポートだけベロンと出して、でこれをここにペタンとくっつけて、でこいつをここに刺してあげる。これなんかね、最近レンタルのモバイルバッテリーとかもこんなんついてるんですよ。なのでそれもあってちょっと買ってみたんですけど、まあ、悪くないんですよね、こうやって使うとね。でさらにここにスタンドがついてて、このスタンドでまあなんかちょっとこう立てることができる。だんだん欲しくなってきたでしょいやいや、僕は結構いいなと思ってるんだけど、まあ、こうやって立てられるという形なんですね。で磁石でいいかな。いやでも磁石は iPhone の13とか12のマグセーフついてれば磁石でつくんだけど、他のやつはね、つかないんですよ、磁石じゃ。ね、こういうのは磁石ついてないでしょ。で、つきません。やっぱり材質による。なので、ケースに入ってるとつかない可能性は大です。まあ、それはしょうがないよね。そういうもんだからね。はい。で、ここにね、一応ランプがついていて、で、スペック的には入力が5-2、出力も5-2、つまり、10W しかできないので、まあ、低速充電。ですね、急速充電はできません。まあ、低速は言い過ぎか、 10W なんで、まあ普通速度充電しかできません。はい。でここにも端子がついてて、もうね、この辺の切れ込みとかぐちゃぐちゃなのよ、形がね、綺麗じゃない。まあしょうがないよね。タイプ C とこれマイクロ USB かな。でこっち側にはタイプ A がついてる。でここにボタンもあるので、このボタンを押すと残量分かると。でこれ多分ここにこのマイクロ USB を入れてバッテリーを充電するんだと思われます。はい。でちょっと不思議に思ったんだけど、これね、マイクロ USB は、まあ、ちょっと古いイヤホンとかに使うでしょ。でタイプ C はもうもちろん
いろんなものに使えますよね。でライトニングもちろん iPhone に使うでしょ。で iPhone にも充電できました。でこれなんだけど、タイプ A で充電するものってあるのかな。僕は一個も見たことないんだけど、どうなんだろうね。ちょっとこれがまあいるのかな。でここだけこんなケーブルもビヨンって伸びちゃってるし、なんかなくてもいいような気もするんだけれども、まあまあせっかくだからね、まあ全部あればいいんでしょう。はい、ということでちょっと、はい、これがこれもねなんか疑問なんだけど、なんでこんな真っ暗なバッテリーなのに真っ白なケーブルつけるのね。ちょっと僕はよくわからない。黒の方がいいと思うんだけど、あえて白にする必要はあるのかなと思うんだけど、はい。でちゃんと PSE マークも本体についてるし、全部日本語表記なんですよ。なんで日本向けに開発されたんだと思います。はい。でちょっとこの説明文を見てちょっといろいろと突っ込みどころがあって面白かったのでちょっと紹介したいんですけど、本体を満充電は 5,6 時間だけじゃないだろう。たかが 12,500 充電するのに5時間も6時間もかかるって遅すぎでしょって感じなんですけど、これそういうことだよね。もしくはこれ iPhone とかの充電、今これスマホに充電してるから、スマホの充電に 5,6 時間ってかかるってことなのかな。どっちにしろちょっとかかりすぎですよね。でちょっと面白いのがこれがね、なんかよくわからない。マイクロ何これ、わかんないね、この字。まあ、中国なのはわかんだけど、で入力はねやっぱりこの横にあるタイプ C とマイクロ入力なんですよね。だからで、あのわかるんですよ。これ出力はこの4本、1234本で、入力はこの2つ、つまりこれが出力でこれが入力なんですよ。これがよくわかんない、何も書いてないんで。出力はできるんでしょうね、でもね。でただね思ったんですけど、これ4台同時急速充電って書いてあるじゃないですか。でもね123分かるんですよ、これ123でここなんですよ、もう1個だから、ここが出力できるわけですよ。でこの2つは入力。じゃこれ何に使うんだと、このタイプ A は。出番が見当たらないんでしょうね、作った人もね。何に使おうって、つなげる製品がねやっぱりないから、写真が撮れなかったとしか思えないんですよね。なんか無理やりでも撮ってほしかった気もするんですが、はい。ということでこれ入力にも出力にも使えないような気がして、まあそれはそれでちょっときっちょかな。でもしかしたらこう下げるのに使うとかってことあるかね。ないですね。ないか、はい。ちょっとその辺は僕もよく分かりません。あの皆さん疑問に思ったら聞いてみてください。僕にはちょっとねよく分かりませんでしたが、まあなんかそんなおしゃれな、はい、製品で評価めちゃくちゃ高いって逆に怪しいよね。はい、という形でまあちょっとね2600円でした。ということで気になる点数評価をしたいんですが、すいません残念ながら今回は無理。はい、点数つけることはできませんでした。ネタ枠ということでご了承いただければと思います。もう一つがですねこちらなんですけど、これライトになるモバイルバッテリーで2980円、今これ在庫切れになっちゃってますけど、僕がやっぱり目つけるのいいのかな、なんかすぐ売れ切れるっていうね、欲しい人多かったのかもしれませんが、あの懐中電灯みたいなライトがついてるモバイルバッテリーって昔いっぱいあったんですよ。でもこれランタンみたいなこれでっかいライトになるバッテリーって初めて僕は見たんですけど、なんかこれアウトドアとかあと災害の時とかに良さそうですよね。で2980円でこれ1万飛んで 50mm なんで、まあ容量普通で 18W、 まあそこも大したことはありませんけれども、スペック的にはね。ただライトの明るさとか気になるんですよね。ということで今回ですねちょっと2つバッテリーに散在してみたので、ご紹介していきます。さあ気になるもう1台2980円かな出して買いました。こうライトになるアウトドア向けのモバイルバッテリーなんですけど、まあ箱はやる気満々って感じですよね。黒に黄色ってなんかこうヘビーデューティーな感じがしていいよね、うん、じゃあ早速開けていきましょうね。これがね1万ミリなんですよ。これ一般的にはこれが1万ミリなんてでかすぎるだろうって感じなんだけど、でかいよね。まあ正確には1万飛んで50ミリだから、まあ50ミリちょっとでかいんだけど、まあねでかいっすよね。でもまあまあそれはそれでいいんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとなんか最初から汚れてたりするのって結構こういう製品って多いんですけど、テンションは下がるので、こういう最初から汚れてるのとかはねちょっと勘弁してほしいなと思いますが、ちゃんと日本語表記があって、PSE マークもついてるので、まあ安心して使えるかなと思います。はい。で 18W の出力がありますね。どこだっけな、はい、ここなんかねここに出力あるの分かるんですけど、みんな同じデザインで
これね、キャンプとかで暗い中で使うときどこ開けていいか分かんなくなるよね、これね。あの開かないところはこういうデザインつけないっていうのが多分アウトドア製品の基本、要するに手探りでも使えるっていうのが基本だと思いますが、そういうところはまるっと無視してます、はい、でインプットがここ、はい、アウトプットもここ、もうインアウトって分けといて一気に開くって最高でしょでインプットがインアウトがタイプ C でアウトがタイプ A、 つまりこっちは入力と出力ができて、こっちが出力のみという形になってます。まあここからね、例えば iPhone の充電とかするという形なんですが、まあ、ちょっといけてるのが上は塗装してあるのに下は塗装が剥げてるっていうね、ちょっというところもありますが、はい。でここがですね、なんかこういう穴がついてまして、ここにカラビナとか下げて腰から下げたりするんだけど、ちょっと重すぎるので、まあリュックとかに下げたり、あとはまあなんかあれですかね、なんかでっかい旅行用のバッグとかに下げとくぐらいがいいのかなとこういう感じで思いました、はい、あと付属品はですね、このカラビナと充電用のタイプ C タイプ A ケーブルですね、ついてきました。このカラビナはここにまあつけるという形になって、どっかにぶら下げるということになります。はい、でこれ日本語のですね説明書がちゃんとついてるんですね。でもなんかこれもね、ちょっと僕笑っちゃったんだけど、なんで同じことが2回も書いてあったの。キッチュだよね、可愛らしい、同じことが2回書いてあるっていうね、なかなかこういうの楽しいよね。たまには買ってみるといいでしょうね。で LED ランタンっていうらしいです、このライトで。これがね、僕は目的で今回買ったんですよ。でちょっと使ってみますね。ここにボタンがあるので、電源ボタンね、これを押すと、はい、光るね。ちょっと明るさ変わるの分かる。あと点滅したり何回か押すとね、はい、明るさが変わったり点滅すると。これが、2秒間押し続けるとオンオフ、はい、でもう1回押すとより明るくなるとこういうことです、はい。で明るいモードで電源ボタンをもう1回押すと点滅モードになって SOS だと。でこれが明るいモードで、これが SOS。 終わった。あ、パターンがあるんだね、なんかね、はい、こんな感じなんですけど、でこれがね、まあこうランタンつけてこう立てて置いとけば、まあ、キャンプとかでもこうやって本とか読めるかなと。まあ、この電気はいいと思います。かなり明るいし、これあれば災害の時とかにもね、安心してできるし。ただ僕ね、ぶっちゃけ思ったんですけど、これもうバッテリーいらないですよ。電気だけでいい、これなら。だってこのサイズの電気はそれでいいんですよ。で長く使える電気もいいですよ。中にモバイルバッテリーないぞ。でバッテリー出力できるのもいいですけど、もういらないかもしれません、僕的には。電気だけで OK。うん、でこれは結構、まあ、ちょっといろいろと、まあ、ツッコミどころあるにしても、まあ僕的にはまあ別に買ってよかったかなというふうに思いました。ということで点数なんですが、まあ、まあまあ買ってよかったし、まあ災害用という感じ、あとは例えばキャンプ行くとか、僕なんかのような釣り行くとかにはいいんじゃないかなと思います。まあバッテリーはね、おまけと考えて、ライトとして考えるとちょっと値段は高いと思うんですけど、今回は点数は52点という形にします。以上、バッテリーを2モデル紹介しました。まあちょっとですね、失敗した感もありますが、こういう買い物って楽しいですよね。ということで、チャンネル登録よろしくお願いします。